橋本ひやの呪術プリスト、橋本ひやです。はい、KN から来ましたモカピンです。今回ですね、前回配信した JJFG の全日本選手権、はい、それと同じ日に、東京の浅草で行われたルマオジャパンカップ、はい、こちらの試合がっちり見ていきたいと思います。適用もお願いします。はい、橋本ひやの呪術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術、イスキ、鉄、イサミ、ベリーハードトゥーサムミット、ラスコンチェス、ルマウ株式会社、フルホース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は12月の20日、タイトリバーサイドスポーツセンターで行われたドゥマウジャパンカップの試合を見ていただきます。こちらの見どころはどんなところでしょうか？はい、もうドゥマウのね、東京の最終戦ですね。はい、こちらの試合をね、今回はあえて黒帯をなしにして、お青、紫、茶、この、ね、色帯を中心に見ていきたいと思います。はい、VTR スタート。はい、アダルトアワビオープンクラス準決勝、マテウス・オンダ対イゴール・タナベです。はい、マテウス・オンダ対イゴール・タナベ、はい、オープンクラスの準決勝ですね。はい、もう差別級、もう最近ね、もうイゴール・タナベが昔はね、ジュースプリスト出たい出たいって言ってたんですけども、最近はもうね、ちょくちょく出るようになりましたね。それだけね、実力がついたというところですね。イゴール・タナベまだ15歳ですよ。若い。2016年に、16歳になるので、これでやっと青帯を負けると。そしてなんとポルトガル・リスボン、はい、ヨーロッパ選手権に出場ですからね。おこれね、マテウスも出ますよ。はい、2人とも出ますから、その活躍も期待してください。はい、イゴール・タナベはミドル級、ミドルからミディアムヘビーですね。マテウスは、2015年の前半はライトフェザーだったんですけども、はい、やっぱ最近ちょっと階級アップして今フェザーに出てますね。ちょっとかなり体格差はあるんですけど、お、ちょっともうマテウス、これもういきなりちょっとニアバックですよね。やっぱりね、動きが切れますよ。どっちかっていうとね、やっぱなパワーのイゴール、テクニックのマテウスみたいなところですね。今の動きも非常に良かったですね。一気にバックに張り付くあたりが、お、イゴールもうまい。今のね、後転してのスイープ決めていきましたね。いい動きをしております。さあ、上になったイゴール、はい、さあ、今のこの今デラヒバガード、そして帯を持って、これでベリンボロに行くまでもなく上を通りました。スイープ、そしてまた後転。これやっぱね、テクニシャンな感じしますね、お互い。やっぱね、イゴールもね、子供の頃から柔術やってるんでね、はい、非常にね、柔術歴はまだ15歳とはいえ、もうかなり長いです。なんか落ち着きぶりが違いますね。そうですね。お、で、やっぱイゴールの方が体格はでかいんですけど、やっぱ力任せなところあんまないですよね。うん、やっぱポジションに固執しないのもそうですし、はい、ね、優位なポジションになったとしても、そこから攻めていくところがいいですよね。さあ、そして今また上になったのはマティウス・オンダ。さあ、この膝を抜こうというところ、イゴールは今デラヒバガード、はい、そして相手のズボンをしっかり持ってますね。そうすると足が抜けない、足は抜けないんですけども、おっと横回転、ちょっとマテウスさんもちょっとこのね、足をね、
持たれてるのが動きづらそうにしてますけども、さあどうでしょうか、はい、おさあパスいく、パスいけるかどうか、うん、おさあどうか、おちょっと今これもちょっとニアバックです、お足抜いた抜いた、おっとバックに行こうというところでしたけども、はい、はい、イゴール田辺ポイント判定勝ち、はい、まあいい動きしてましたね、はい、アダルト青帯オープンクラス決勝、イゴール田辺対ケビン木村です、はい、この2人はねこの間 あの11月のブルーデスニーで試合やりました、はい、その時にはねイゴールが勝ってますけども、ケビンはそこで、ま、負けはしました。2015年初敗北したのがこのイゴール田辺、はい、もうそのリベンジマッチですよ。さあイゴール対ケビン、おーいいよ、ケビンもビンビンだ、いい動きをしてますね。はい、この春から、はい、イゴールは高校生けど高校行かないって言ってましたけどね、はい、イゴール田辺本当に行かないんでしょうか。ケビン木村は専門学校に進学、はい、悩んでたけど、はい、奨学金をもらってね専門学校行くって言ってましたからね、はい、奨学金はもらったら返さないといけませんからね、そうですね、借金と一緒ですからね。さあ引き込んでいったイゴール田辺、そこをパスしていこうというケビン木村、はい、かなりケビンもねいい動きしてますからね、はい、おーうまいうまいうまい、相手についていく動き、 おっといいですねいいですね、一進一退の攻防でしたね。お互いがねあのちゃんと相手の動きについていくところがねいいじゃないですか。さあ引っ込んでいったイゴール、そこをパスしようというケビン木村、おっとこれちょっとニアパスなんですけども、お戻しましたねイゴール、さあおっと相手のねパスの勢いを利用してのこのスイープ、いいですね。さあスイープをしたイゴール田辺、はい、さあケビンは下になりました、今ハーフガードですね。おイゴールがそっからいきなり、これもうバックに、バックを狙うか。おっとうまい。ついていくついていく。これもおっと。さあ本部席に激突、そしてスタンドでの再会。一進一退の攻防ですね。けどポイント的にはイゴールがリード。この足を振って反動を利用してのスイープを得意としているイゴール田辺、さあおいいですね、おまんぐり返しパスは不発、返せなかった。さあ 50-50、はい、多彩な攻撃を見せる、おケビンはこれ今ちょっとこのまんま、あこれスイープになっちゃいましたね、スイープになっちゃいました、スイープになったけどもこっからバックを狙おうというところですよ。バックいけるかケビン、 おっとこれで起き上がりましたね、今これ4対2、はい、2ポイント返して4対2、まだ全然、そうワンパスで返せますよ、ワンパスで返せるケビン。さあ試合時間もう残り少ない、さあイゴール行けと、もうリードしてるけど行けっていうね指示が飛んでますよ。さあこれ今ワームガードでしょうか、ラペラ引っ張っていますが、おおパス行けるか、行けない、
さあラストラストラストです。あ、これいけるか、抑えれるか、抑えれるか。おあーっと、この流れでさらにまた上になってしまった。おっと、2ポイント追加、これ6対2。ケビン、今のねパスガードのちょっと最後焦ってしまったか。さあちらっと時計を見たイゴール田辺、はい、おーっと、返せるか返せるか、返したんだけど3秒キープできずにノーポイント。ポイント6対2でイゴール田辺勝利、無差別級優勝。ケビンまたも敗れるけど、いい試合でしたね。最後の最後まで勝負の行方が分からなかった。はい、アダルト青帯オープンクラスの試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、準決勝のマティウス対イゴール、そして決勝のイゴール対ケビン、はい、この2試合ともね非常に良かったですね。この3人ともね10代ですからね、もう日本のね日系ブラジル人の青帯たち、ここら辺の生きのいい試合がね、はい、もう今激戦を繰り広げてますから、本当毎回毎回ね、本当にもう勝ち負けだけじゃなくて試合内容もいいので、うんうん、こちらの方もぜひ注目していただきたいと思います。ケビン、イゴール、マティウス、この3年はね2015年も要注目、はい、ぜひチェックしてください。はい、それでは CM です。柔術プリーストセレクション、このコーナーはおすすめ商品新商品を紹介するコーナーです。本日も東京イサミ中里店長にお越しいただきました。はい、中里です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のおすすめ商品をお願いします。はい、今回紹介する商品はこちらです。今人気ね、急上昇中の、本当人気出ましたね。はい、ベリーハードトゥーサブミット、はい、これ本当ギガもう売り切れ、売り切れ、新作の G4 モデルですね。はい、今回のお色は黒がベース、黒ベースですね、はい、一色のみですね、黒だけですね、はい、はい、どうですかこれ、うち今日今初めて見るんですかね。そうですね、いや普通にうちこのなんだろう、色が違うの好きなんですよ。ここ今ちょっと見づらいと思うんですけど、うん、このラッペラの横が紫になってて、こっち、まあ、エメラルドグリーンぐらいの色になってるんですけど、まあ、これまでおしゃれ、そうおしゃれ、今まで赤一色とかはあったんですけど、はい、これはなかったのが一つと、はい、中がこの返しがピンクと青になってるっていう、いやこれいいですね、このね袋取りとかした時に中が見えるこの感じは本当に好き。女性にはいいかもしれないですね。いやおしゃれじゃないですか。で胸にちょこっと刺繍が入ってますね。G4 のね、はい、刺繍。あと腕もここです、ね、まあ、いつも通りベリーハードトゥーサミットのちょっと丸いマークですね。はい、まあ、いつも通りそこまで大きな変化はないんですよ。これも今までのモデルに入ってた刺繍だとは思うんですけど、そう、今回色味がね、ちょっとなんだろう、シックな感じ、シックでもなんかちょっと派手だけど、なんて言えばいいんだろう、これ派手だけどシンプルなデザイン、そう、まあこれがベリーハードトゥーサブミットなのかなっていうデザインですよね。それがいいところですね。ちなみにここ、まず先っすか、この後ろ、これなんかちょっと今回崩れ、ついで崩れてるのか、ちょっと可愛らしいですよ、後ろベリーハードトゥー、これも刺繍ですね。刺繍、落ちないタイプですね。で、ズボンは今回は横ですか、横にラインが、はい、虹っぽいような虹じゃないような、はい、みたいな感じでラインが入ってますね。なんかメルセデスベンツにインスパイアされて作ったモデルだっつってましたね。今回は中は股部分ですね、生地別ですね。で、そう、これがちょっと派手なようでシンプルなデザインでシックなデザインって感じですか。で、ベリーハードトゥーサブミットはちょっとこれ今 A0 なんですけど、もうそのデザインもそうなんですけど、結構毎回特徴としてここのラインがものすごくこう細いんですよ。あ、締まって見える、はい、あ、そういうことね。ここのラインが多分他の道着と違って、他の道着はもっと横幅がこうグッとあると思うんですけど、これはすごいタイトなんですよね。ちょっと私太ってお腹が出ちゃったら入らないやつかもしれないです。お腹
出ちゃったら忘年会で太った人要注意、まあ、そんなこと言ってる場合じゃなくて、そうなんです、ここちょっとタイトめなんで、まあ、買うときちょっと注意した方がいいかもしれないですね。そう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 。これ A0 で、ちなみに中田さんの階級は？僕プルーマです、はい、だからナチュラルプルーマです。でナチュラルプルーマの人は多分 A0 で入るってことですよね。僕168センチなんですけど、でもあの道着は A0 買います。シルエットがかっこいいから、まあ、そうですね、フィットしてて大きすぎても捕まりやすいっていうのはありますからね。試合出るなら A1 とかの方がいいですけどね。あ、まあ、引っかからないようにね。まあ、そうですね、まあ、フェリーハードサミット、これ、まあ、売り切れるのがちょっととても早いの で, 早いんで、はい、見て気に入ったなっていう方がいればちょっと新宿イサミの方に実際見てもらって、もうぜひ来てください、はい、このシルエットを感じてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。柔術プリスト、ここからはアダルト紫帯の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、もう今回もですね、この1ヶ月前に行われたドゥマウのジャパンオープン、はい、ここで2階級制覇したトーマス・ミツ、またここでねドゥマウジャパンカップでももう猛威を振るっておりますので、トーマスの試合ぶりがっちり見てください。はい、 VTR スタート。はい、アダルト紫帯ミドル1回戦、ニール・チョウ対トーマス・ミツです。はい、ニール・チョウさん、はい、これ何人でしょうね、ニール・チョウさんで、トーマス・ミツ、フランス人、はい、パリジェンヌパリジェンヌ、はい、トーマスはね、はい、日本で、まあ、柔術始めて、で、黒帯を取ってフランスでね道場をやりたいっていうのがね、今はねだから、修行中ですね。まあよくある、料理の世界でよくあるね、はい、外国人が日本に来て日本料理を覚えて地元に帰って店を出す的な、それの柔術バージョンですね。やっぱねフランスはまだ柔術よりね柔道とかの、柔道とかなんかね MMA が強いって言ってましたね。だからまあ日本で柔術を覚えてカルペディエムフランスを出すといいじゃないですか。そしたらその時にねちょっとフランス行こうかなと思いますけどね。パリジェンヌにトーマスそういうね、やっぱ夢を持ってね頑張ってる人はね、うん、応援したくなりますよね。だからぼんやりやってるだけじゃねえぞっていうところがね、トーマス・ミツ今紫ですけど、はい、まあもうほとんど茶帯はもういつ巻いてもいいぐらいの実力だと思います。はい、もう茶帯になったらもう黒帯までもあとわずかなんでね、ほんとここ数年後にはもう黒帯になって戻って出すんじゃないですかね、はい、もうトーマスも30になりますからね。向こうで出しても日本の試合出てほしいですね。そうですね、アジアカップとか、ね、はい、トーマス・ミツ、はい、はい、行ってるそばからこの3分12秒締めを決めて一本勝ち、はい、やっぱり決め強いですね、トーマス。はい、アダルト紫帯ミドル決勝、石井良樹対トーマス・ミツです。はい、石井良樹選手、ソラ BJJ、はい、石井選手も日本人でしょうかね。さあ、いきなりもう引き込んだガードをパスして3対0、いきなりもう ポイント入れましたね。もう流れるようにポジションを奪っていくトーマス、やっぱ夢がある人は強い、はい、さあもういきなりこのバックマウントでしょうか、はい、いいですね、この腕を押さえて、もう押さえ込んでますね、バック。おー、さあハーフマウントっぽい感じになってますね、はい、これをどう逃げるか。そうですね、ちょっともう襟持たれてますね、石井選手、けどまだハーフガードの足は抜かせてませんよ。さあこのハーフガードの足を抱えて割っていきましたね。お、うまい、いいですね、すぐさま反対側にジャンプ。おお、さあ、まあ、あ、また、おお、いいですね、石井選手も今反動を使ってうまく
エスケープ。ちょっとな、あ、おっと、これは今どういう状況でしょうか。お、今ポジション取らないですね。一旦戻りましたね、はい、ちょっとうつ伏せになる場面が多いか、石井選手。バックを取られちゃいます。はい、トーマスの道具もいいじゃないですか。カルペディエムモデルですよこれ、うん、裏地がねボーダーになってるところがね、シャレをつな、おしゃれ、黒にグレーの刺繍、そして裏地がボーダーですよ、はい、かっこいいですね、はい、もうちょっとねフランス人でねパリジェンヌですからね、はい、やっぱおしゃれには、おしゃれな石井さん大丈夫ですかね。結構なんかちょっとそうですね、っぽいな、そうですね、ちょっと体が伸びちゃうのは良くないですね、はい。さあトーマスが、おお、いいですね。さあバックグル、バックを、けどまだ足を抱えてます。これディープハーフ、はい、返そうかというところなんですけども、そう、相手が来る方向にね、あの戻っていけば、はい、スイープされませんからね。お、足抜きましたね。さあサイドポジション抑え込んで、おお、いいですね。やっとサイドポジションで抑え込んでポイント入りました、はい、けどまたうつ伏せになってしまう石井選手。このうつ伏せになってエスケープをするんですけども、そこから次の攻撃がないか、まあ、トーマスもねちょっとサイドをずっと取ってるだけですからね、はい、ポジショニングでは圧倒してるんですけども、ちょっとそこからの決めに狙うまでの過程が欲しい。またちょっと膝が伸びてしまってますね石井選手、はい、さあトーマスが、ラペラを持ちましたね。ラペラを持ちました。おお、はまたバックですね。おバック、はい、さらにポイントを追加、そしてバックも、ね、で両足が入りました、はい、さあここでどうやって攻めていくか、どうでしょうか、はい、おっとこれで締めか、締め入りましたね、入りましたね、苦しい、さあ入りました、うん、どうか、お、一本ちょっと失神、おー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 、失神ですよ失神、6分46秒あと14秒というところで決めました、はい、失神しましたね。はい、シン・キアドボ・シャロウェン対トーマス・ミツです。アダルト・ムラサキのオープンクラスの準決勝ですね、はい、このシュン選手はインパクト充実、はい、インパクトジャパンじゃないですね、全然あの日本のインパクトジャパンとはこういう関係一切ないです。おお、そうなんですね、はい、アメリカから来てますね、シュン・キアドボ・シャロウェン、はい、何人でしょうか、はい、そしてクローズガードに入れました。でトーマスが、バックを狙おうというところ、さあパスガード、おお、いいですね、引き落としたところなんですけども、何もないですよ、はい、ポイント何もなし、さあ相手を引きつけて相手の足を外そうというところなんですけども、はい、ちょっと相手の足がしつこいか、お、いいですね、じゃあ2スライドパス、お、パスしましたね、さあ相手を抑えてこれ、パスと2オンザベリーで5ポイント追加、でそこから一気に締めを決めていった、1分53秒、はい、今のはサイドチョークですかね、一本勝ちでトーマス・ミツ K
決勝戦進出、はい、決めが強いですね。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝、マーシア・メデイロス対トーマス・ミスです。はい、前回大会に引き続き参戦のマーシオ・メデイロス、はい、サラーダ、はい、サラーダ対このトーマス・ミツ。サラーダもね、かなりの実力者ですからね、はい、ちょっと最近はね、ジエゴ・佐藤に負けたり、ね、ホブソン・高野に負けたりってなってますけどもね、今回はどうでしょうか、トーマス・ミツ、ちょっとね、対戦相手がね、やっぱ強豪ですよね、うん、さあここら辺の相手にね、いい勝負ができればいいんですけども、はい、トーマス・ミツ対サラーダ、マーション・メデイロス、六本木ばっか行ってる場合じゃないですよまあもう六本木大好きですからね、いつも六本木六本木って言ってますからね。六本木は何がいいんですかね。ねえ、やっぱブラジル人はね、よくわからないですよ。パリピな感じなんですかね。はあ、もうご陽気ですからねやっぱブラジル人のね、このラテンのノリはね、いいのかもしれないです。さあトーマス、おっと、これ相手のズボンをね、引きつけて相手の足を流した。さあサラーダ、これちょっとここで止まっちゃダメで、止まっちゃダメですよ、これ背中を見せちゃいけないのもそうだけど、動けない感じですか、ね、ちょっと動けない感じですね。これちょっと相手に抱えられてちょっと動きづらい状態か、けどこっからだとバックも取られるし、ね、サイドも取られる、どっちもいけますよ、トーマスは。おバックを、おバックですね、バックをやっぱ選びましたね、やっぱバックいきますね。これもちょっとサラーダちょっとどうか、相手に向き合いたいサラーダ、ちょっとこれ腕、腕、ちょっとこれ木村か、木村か、ちょっと腕取られてますよ、腕取られてますよ。おー、いいですよ、ちょっと復活しましたね、復活したんですが、ちょっとまだサイドポジションちょっと苦しい。まだサイドポジション、まだサイドポジション続行中、はい、おいいですね、ニンザベリーポイント追加。さあサラダと相手の袖を持って、ちょっと今一瞬ね、スパイダーガードル戻そう、戻しそうな感じしたんですけども、いやまだダメですね、これは。はい、じゃあマウントだ、さらにポイントを追加。おっと、11目、11目、1本、1本、1本、ちょっとさらっとね、タップアウトしてしまったサラーダ、トーマス、階級無差別、全試合1本勝ちで優勝、6分48秒、11目。はい、アダルト紫帯の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。もう階級無差別、全試合1本で決めたトーマス・ミス、強い、非常にね、もう本当もう、前回のね、ドゥマウの、ジャパンオープンから、今回のジャパンカップ2大会連続で2階級制覇、トーマス・ミツ、ね、今年の、ね、ヨーロピアンでも活躍が期待されます。そちらの方もどうなるか楽しみです。はい、それでは CM です。This back-taking drill works very well, and both opponents get the same amount of exercise, of work, while they're doing it.
So as we saw the technique to start out with, I'm gonna get a hold of this arm here, put a little pressure forward to initiate the drill. Okay, grab it under the wrist, cross arm goes through, dive under, come up, go to take the back, and he's gonna cut the corner immediately. This knee folds under, he presses back, turns. As soon as I feel that, I start to cut the corner myself. My knee folds under right here. This arm's coming underneath here, and I'm grabbing onto the wrist, okay? Back. Here. はい、ここからはアドレとチャオビの試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか？はい、もうドゥマーのレギュラーの主者、そして劇直美選手、このね、リマッチですね。あといつもはねシニアに出てるんですけども、今大会はねちょっといろんなところで大会があったために参加人数がちょっとばらけてしまって、はい、マスターもシニアも相手がいないということでね、ホドリゴ・ソウザ、これがアダルトに出てます、はい、ホドリゴの初めてのアダルトの試合なんじゃないでしょうか。こちらの試合見てください。はい、 VTR スタート。はい、アダルトチャービライト1回戦、野口学対ホブソンターノです。はい、主者対野口も何回やってるんでしょうか。もう毎回毎回レギュラーですよ。はい、さあ主者対野口、南河内柔術クラブ、はい、主者はインファイトジャパン。さあ野口選手どうでしょうか。さあクローズドガード主者、ここね足が長いからすごいですね、綺麗ですね。おっと、おっと、ちょっと今の攻防で主者は足の爪を剥がれてしまったのがちょっと負傷してしまいましたね。痛い。これがどう影響するか、主者、はい、大丈夫でしょうか足。さあ同じ状況で、はい、再開なんですけど、腕十字から三角。おちょっと足が組めないか、主者大丈夫でしょうか。ちょっと痛いですか、ね、痛いんでしょうかね。 やっぱりちょっと今のところワンアクションでは決めきれなかった、ね、足テーピングしてますけども、つま先にね。さあけどね、相手の負傷絡みといえ、これチャンスですよ、これは、はい、野口選手。さあ下から相手の手を持って、あ、いきなりバックか。あ、また襟を持った。野口選手最近ねずっと遅れ締めでやられてますからね。さあここ早く背面対処した方がいい。この締めをうまく抜けるか抜けるか。お、今抜けそうだったんですけどね、光ってしまったか。あ、今抜けそうだったんですけど、ちょっとダメか。そう、今一瞬俺脇が空いた時にね、うまく頭を抜けばいいんですけども、そうはいかなかったか、野口学。3分23秒遅れ入り締めで主者一本勝ちですが、ちょっと本調子ではない感じ、負傷の具合が気になります。はい、アダルトチャービライト決勝戦、ホブソンターノ対劇直文です。はい、過去の大会でね、劇選手と主者試合やって、主者勝ってます。この2試合目ですね、はい、劇選手対主者、はい、ちょっと怪我の具合もね、そうですね、気になるんですが。さあ、ガードポジションなのは主者、上から攻めるのは劇選手、はい、今はラケラかな。そうですね、まあ、これワームガードですね、ワームですね、ワームから起き上がってスイープ狙い。ちょっと今足をつけなかったんでしょうか。今いけそうだったんですけどね。おい、立ち上がりましたね、いいですね。はい、ここで2ポイント取りましたね、主者。やっぱワームからね上を取る。さあここからどう
やる、どう この次ですよ。ワームの次が見せられるか。はい、あけどこれ劇選手は足換狙いとスイープ両方いけますね。はい、さあどういう形になるでしょうか。まあ、襟をそうですね、引きつけてますね。お、立ち上がりました。さあ劇選手は2ポイント取り返す、はい、やっぱりこういう攻防になると、あの上になった方がね、スイープした後の展開が大事になってきますよ、はい、下の選手はまた同じ作りでねスイープできますからね。さあ主者はここからバックを狙おうという素振りを見せたんですが、はい、またスイープですね。バック狙いのフェイントからスイープ、4対2ですね。今4対2、はい、ポイント4対2。そしてまた座り込んだ、はい、で 50-50 ですね、はい、さあこれ足抜いて立ち上がった方が、お、立ち上がった方がいいんですが、これはどうか。このムーブに対しては何もなしですね、はい、立った状態から座り込んで上になっただけなので何もなし。さあラッソーですね。ラッソーとデラヒーバ、はい、ラッソーでかけた足をそのまんまデラヒーバにやってますね。はい、これポイント4対4ですね、はい、4対4からこれサドンデス突入です。お、さあ先にポイント取った方が勝ちのこのサドンデス、はい、そう前回の試合でもね、あの劇選手かなりね粘ったんで、はい、さあ引き込んだのが劇選手。うん、さあ これはねスイープすれば勝ちですよ。おお、浮かせた。おお、まだだまだだ。おお、これまだポイントになってないですね。はい、さあこのポジションはかなりきつい。ひっくり返せるか、上を取れるか。あ、ちょっと今また足がちょっと負傷が響いたか。主者動きが止まってしまいましたね。結構痛い、今ちょっと痛いましたね。上に乗られましたからね今。はい、劇選手このサドンデスでスイープを決めて勝利、ライト級優勝です。はい、アダルトチャービーミディアムヘビー決勝、イグサヒロアキ対ホドリゴソウザです。はい、ミディアムヘビーはねワンマッチ決勝戦、はい、ホドリゴソウザ対イグサ選手、はいですね、でイグサ選手もねマスターですね。ホドリゴは、シニア2ですね。さあスイープをしたイグサ選手、お、これ足換狙い、お足換狙い、お、これちょっとこれちょ大丈夫か、これ外掛けにならないか、そこは気をつけてください。反則は良くないですよ。さあスイープ狙いか。おっとパス、イグサ選手がパス、お、いいですね、パスしましたね。はい、サイドポジション、はい、さあ抑え込んだ。もうこれでスイープパスで5対0、今日ポイント的にはポイント取りましたね。さあホドリゴソウザここから返しに行けるか。ちょっと今ラペラ持たれてますね。これハンマーチョーク、
サイドからのハンマーチョーク、お肘を待ってるつけて決めに行った。試合時間3分ジャスト、3分ジャストでイグサ選手一本勝ちでミディアムヘビー優勝です。はい、アダルト調理オープンクラス決勝、ホドリゴソウザ対野口学です。はい、野口選手無差別級はホドリゴソウザとワンマッチ決勝戦。はい、さあホドリゴ対野口選手、これもちょっとね珍しい戦いですよ。普段はね、シニア出てるのでホドリゴも、はい、アダルト主戦場とする野口選手とはこれが初遭遇ではないでしょうか。さあ野口選手はね、もう階級別では主者にさらっとやられてしまったので、無差別でね、ホドリゴにどう攻めていくかっていうところなんですけど、これちょっと三角クラッチ、お戻しましたね、戻しましたよ、戻しました、はい、野口対ホドリゴソウザ、無差別級の一戦、無差別級ですけど、まあ2人ともライト級なんでね、はい、ちょうどいいかと思います。はい、ホドリゴ対野口、はい、さあ野口選手もうアダルトでかなり苦戦してますから、もうこれはアダルトのカテゴリーですけども、ね、相手はおっさんですからねホドリゴソウザ、最近ねホドリゴはね家買いました。おー、家買いましたよ、もうローンがね35年あるって言ってましたけどね、大丈夫なんでしょうかホドリゴソウザ、岐阜県にねマンション家一軒家だったかな。おー、いいですね。はい、35年ローンを抱えたホドリゴソウザ、腕十字一本、3分29秒、はい、腕十字ローンを抱えたホドリゴソウザ一本勝ちで優勝はい、アダルトチャービの試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もうライト級ではね、主者対激選手、主者がね負傷のせいもあったのかもしれませんけど敗れると、この激選手がねもうサドンデスってもうスイープをして優勝、主者敗れるっていう衝撃、そしてアダルトに出場したホドリゴソウザ、はい、階級別に負けましたけどオープンクラスでねきっちり勝って優勝ということで、はい、もうアダルトチャービもいい試合見れたと思います。はい、 CM です。今回はデマウジャパンカップ2015の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう今回はね、黒帯の試合なしで、はい、オープンしたんですけども、青帯、紫帯、茶帯と、まあ、色帯だけでもね、こんだけ見応えのある大会になっているので、非常にこれ安定したね、試合数、そしてクオリティ、まあ、さすがね、デマウ大会もう多くやってるだけはあるなと思います。2016年もですね、デマウの試合は、ね、かなり多く配信することになると思いますので、はい、こちらの方もぜひ注目してください。はい、じゃあ最後適読みお願いします。はい、橋本キヤの柔術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事柔術一式、鉄ウサミベリーハーズツーサブミット、ラスコンチャス、ルマウ株式会社、フルホース、スクランブル以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本健也ジュースプリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。